はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は近日登場予定のシグニオールガンズブレイジングというゲームの体験版を遊んでみます。日本語対応です。来月のネクストフェスに先駆けて注目の体験版が少しずつ登場し始めてきたので、私も先駆けてできるだけたくさん遊んでいこうと思います。ゲームは長い間失われていた文明の遺跡が眠る惑星シグニを舞台にエイリアンの脅威に立ち向かっていく一人のパイロットを描いた次世代シネマティックシューティングとのことです。目を見張るようなビジュアルはアニメーション特殊効果によって映画のような美しい映像で表現され、耳が弾けるような楽曲はフルオーケストラでの収録により臨場感のあるサウンドでゲームを楽しむことができるとのことです。さあ面白そうですね。ちょっとやっていきましょう。ニューゲーム、はい。あ、ミッションしか選べないっぽいね。アップグレードとかバッジとか今選べないっぽいですね。あ、チュートリアルとステージ1だけが体験できるみたいです。チュートリアルやろうか。じゃあ、はい。このチュートリアルで ORCA と武器のシステムの操作の基礎を学ぼう。はい、スタート。めっちゃ雰囲気あるねORCA って何やろ。目標 ORCA をマスターする。プライマリー武器で敵の空中ユニットを全て倒す。ヒント、プライマリー武器はエイム可能。エイム範囲は限られている。エイムとかあんねや。なんだこれ。すごい細かい。スピリットファイヤー。コントローラー操作まで出てきてますね。エイム。え、こんなゲームなの？ちゃうやろ。成功。グランド武器で、グラウンド武器で敵地上ユニットすべて倒す。なるほどね。エイム。エイムとかあるん？あ、こうね。あー、なるほど。うわ。やりにくい。発射。うわ、これはちょっと、コントローラーきついな。まあ、コントローラーしかないと思うんだけど、これは。エイムが、ちょっと感度下げた方がいいかもしれん。ちょっと、当たらん。はい。グランド武器とロックオンボタンで敵地上ユニットをすべて倒す。ヒント、近くの敵をロックオンにするには、ロックオンボタンをオンにする。ロックオンモード中は、エイムボタンでターゲットを切り替えることができる。ちょっと言ってることがよくわからないけど。グランド武器モード。え、ロックオン。エイムロックオン。エイム、あ、RS。RS ってなんや。こういうことか。おー！はい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 。プライマリー武器とグランド武器のホーミングを切り替える。これを押すと、ホーミングオン。はいはいはい。ホーミングオンにして敵倒すって。お、すげえ！なんじゃこりゃ！ホーミングすげえわ。なんかあるんかな？ホーミングの制限が。うん、なるほど、なるほど。はい。これだけ？近寄ってエネルギーポイントを取得する。敵を倒すとエネルギーポイントを発生させることがある。集めたエネルギーポイントは後ほどアップグレードのアンロックに使用可能。シールド周辺が埋まっていた場合、さらに獲得したエネルギーポイント後でアップグレードのアンロックしようかの。こうね。めっちゃ早いやん。あ、これだけ。はい。エネルギーシールドから武器に切り替える。武器エネルギースロット、シールドエネルギー。シールドとかあるんですね。切り替えるのこうか。ちょっと意味わからないけど。ミサイルで空中と地上ユニット両方倒す。そんなできんねんな。ホーミング切り替え、ロックオン。すっげえな。あ、エネルギー武器とかシールドに切り替える。はい。切り替えれた、これで。なんで3つあんだよ。ちょっとわからないけど。ORCA シールドを、オルカかな？オルカ、オルカって呼ぶね。オルカシールドを使用している状態で敵から直接攻撃を受ける。オルカの戦隊は弱体化する前に攻撃を1回だけ耐えれる。戦隊が2回目の攻撃を受けると、オルカは破壊されミッション失敗となる。なるほどね。直接攻撃を受けるって。2回目死ぬってことか。
はいはいはい。こんな感じ？はい、トレーニング完了らしい。おー、始まるっぽい。難易度の切り替えできるかな？あ、まあまあノーマルでイージーハード選べますね。あ、ノーマルとイージーしか選ばれへん。見習い技術者向け。敵の発射速度は、まあノーマルで行ってみようか。とりあえずやっていきます。ステージ、ソロミッションスタート。協力プレイもできるみたいですね。あ、アニメーションから。綺麗。うわ、なんじゃこりゃ。次世代シューティングがどんなものかちょっと試してみろ。1945ぐらいしかやってないもんね。あ、マジか。うーわ、わっかれ。ちょっとホーミングにしてるけど、ぶっくらってんの、わっかれへんけど。うわ、弾幕やん。てか早いし。地上ユニット、地上ユニット、どうやったっけ。いや、敵もホーミングやん。むっちゃ難しいねんけど、これ。てか、わからんねんけど。あ、死ぬ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 。ちょっと。ちょっと、戦隊が早い、戦隊が早い。時期のスピードがめっちゃ速い。ちょっとめっちゃ弾幕やんこれ。あ、こうね、開始攻撃。いや、ちょっと激しく難しいけど。こう回ってたらいいってことが分かった。マーク、あれ？あ、食らったっぽいね。よい。あれ、まだいかんの？ 50 でいくね。対地攻撃どうやったっけ？こうね。あ、こいつら早く倒しとかな。この弾幕が来るんか。よし、倒した。シード回復したね。あ、なるほど、ちょっと上がってきたぞ。はい。わからん。
ピード回復ですね。いや、ちょノーマルやべえなこれ。ちょマジやべえ、もう何か分かってないもん。こいつは敵じゃないよ。いやーな、ちょっとし一匹倒した、また出てきたよ。これ敵じゃないのか、下の。うわあ、ちょっとこれ激しすぎるやろこんなもんだ最近のシューティングってさ、やばあの三角のシールドっぽいね。おい、いっぱい出てきてるけどよし必殺技とかない。うわえげつねえわ。ボスなんかっぽいよ。違う、でかっ。え来たね。なんか非常に動き回っとかなきゃいけないような気がする。いや、ちょっと挟まれた。おお、バチッ、ちょっと動かれ。おい、イージーでいきます。はい、スタート。変わったかな。あ、ちょっと敵遅い気がするな、やっぱり。あー、ふっくらったね、今。くそ、アイテムの取得範囲は早い。大きいね。これで下攻撃ね、地上攻撃ですね。時期がちょっと早いねんな。この時点で結構攻撃手段どうかな。薄出てくるしょ。行くしかない。いやいや、あ、これ行かれへんのか。あ、ちょ場所悪い。挟まれる。倒せそう。倒したぞ。あれか、いい時間。こいつ邪魔やね。よし倒した。いいじゃん、ちょっと楽で、ね、さっき比べたら。これ倒されへんのか。でもだいぶ少なかったんじゃないかな。この辺はゆっくり避けて。よし。ちょ、こんなん無理やろ。もうええって。いったね。おいおいおい、多いね。
た。でここは回復アイテム結構出るから、回復というかシールド回復が出るんでまだマシだね。それでしのげってことやろね、これ。まだ取らんでよかったな。あと取るか。流れていく流れていく。流れていく。よし。ふぅ。手に汗、あっちょちょちょ。全然ホーミング使ってなかった。忘れてた。これは激しいぞ。ホーミングを使っていかな、きついね。ボスか、まだか。あ、赤いのは呼びだ、あの準備ですね。青がレーザーっぽい。よし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 、まだ残ってんのかな、シールド。どんだけ残ってんのやろ。どうやって表示するのか。もう手に汗握ってるんだ、分からへん、見えへん。うーわ、きつい。いって、でもマックスっぽい。激しい激しい激しいわ。ちょっと画面が揺れめっちゃリアルな弾幕やな。ボスまで来たよ。シールド、あ、シールド大丈夫っぽいな。これはこれスター攻撃やね。ターゲットなし。あ、ターゲット6本できんね。ホーミング、いいよ、こいつやね、これね。きた、あぶら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 。結構早いね、やっぱりイージーなんで。食らってる食らってる食らってるから。よしよし、ザコ敵がシールド落としてくれるから。だいぶ、自分がどこにおるか分からへんわ。もうちょっと20、19、来るか来るか来るか。よし倒した、一個倒したよ。おい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 、まだ30。よしよし、あー本体しまった、取らんといてよかった。なんか撃ってきそう。なんか来る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 。やべ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 、痛い。よしよし、シールド外れたよ。あともうちょっ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 と、痛い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 。いけそう。あー、ちょっとシールドが出てる。回復、雑魚敵が出てきてくれるとだいぶ楽ですね。やっぱりイージーとなんかよう分からんけど全然ちゃうわ。やっぱりおいおいおい、まだか、もうちょっと、ここじゃないと当たらんねえ。あー、くそ間に合わん。はよはよ止まれ、はよ止まれあ、いけるね。あ、よかった。終わりかな、まだあるんかい。すごいドタバタ、すごい。なんかイージーぐらいでちょうどなんかシューティングゲームをちょっと楽しめてる感、いけるかいかれへんぐらいの手応えがある。シューティングゲームが慣れてる人は多分ノーマルでも結構歯応えのあるシューティングを楽しめるんじゃないでしょうか。
え、ノーマル、イージーでこれやもんね。手強いわ。当たってないんや。もう何か分かってないもんね。見て避けてる感じじゃないもん。当たっちゃったよね。こいつはとりあえず動いといたら当たらんよね。なんだこのいつらは。ダメだ。エリア確保してるね。あいつらが邪魔でエリアが出来上がって線越えられないね。あれなんか下から来そう。たまたま下見てたよ。なんじゃいこりゃ。あれか、これか。倒されへんのか。やべえ、もう死ぬ。だいぶ食らったよ、ほんで。よし、回復。ホーミング。シールドがよく出るから、イージーなんで多分。なんかようわからんけど、いけてるような気がする。ちょっと。これ下攻撃さ、なんか手ないんよ。めっちゃおんねんけど。あ、当たったっぽい。当たった。ちょ、なかなかし、あいつ。あー、くさー。シード出ない？出た？あ、当たった。ちょっと、あー、ダメだ。出た？シールド出たね。ちょっとこれはちょっと避けきらな、まずいね。スピード落とすとかないんかな。よしよし、当たる。ダメだー、シールドだねー。くそー。はい、今回は近日登場予定のシグニオールガンズブレイズというゲームを遊んでみました。遊んだ感じはかなりハードな弾幕シューティングでしたね。ノーマルでもシューティング初心者はかなり厳しいプレイになりそうで、イージーなら慣れていない方でも繰り返せばステージ進めていけそうな難易度な気がします。本格的なシューティングはかなり久しぶりでしたが、いやこれが次世代シューティングなんですかね。プレイがね、忙しくて映像美とか BGM を気にかける暇全くなかったですね。ゲームは地上と空中の敵に素早く対応しながら敵を倒して、シールド回復をうまく使って激しい弾幕をくぐり抜けていくっていう感じでしたね。製品版ではね、アップグレード要素などもあるようなので、幅広いゲームプレイがね、楽しめるようになっていそうです。今回は以上となります。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。